まず事実を言うとですね、はい、衆議院の中堅議員のそういう方々が集まって、はい、消えたはずの派閥が、実は例によってやり方、手口を変えて、実は派閥の支配力を強化する、看板は若手に見えるけど、中身は長老支配の強化ですよね。はい、実は総理自身ももどうににななならいいですよね、はい、全く,良くしない時に わけだから。推薦人二十人の方も、あの九、ー、月の自由民主党総裁選に出馬表明されています参議院議員の青山茂春さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。青山さん。はい。この外、たくさん応援団が。うわあ、みんな推薦人になってくれたらいいんだけどね。<laughs> 議席を持ってないと正々に残念ながらなれないんで。はい。はいはい、まあそしてねあの総裁選というところでは、うん、次のニュース小泉進次郎氏質問判断自分で決めるということで9月の自民党総裁選を控えて小石川と交渉されます小泉進次郎元環境省そして石破茂元幹事長河野太郎デジタル省の関係に変化が生じています三氏は前回総裁選で共闘しましたが今回は石破河野の両氏がそれぞれ立候補に意欲を示しています。 小泉氏は態度を明らかにしていませんが、党内で出馬を促す動きがあり、一本化の道を探るのか、三氏いずれも出馬するのか、睨み合いが続いています。えー、三氏の行方を左右するのは菅義偉前総理の判断と言われていて、三氏はいずれも総裁選出馬に必要な推薦人20人の確保が自力では難しく、党内の非主流派に影響力を持つ菅氏の支援が欠かせないと言われています。 この番組がやっぱり偉いなと思うのはもろ当事者の僕に普通に喋らせてもらえるんですからはい、はい、お願いいたします <laughs> それで当事者であるのはその通りなんですけどやっぱり公平に話しなきゃいけないと思うんですがまず事実を言うとですね、はい、まずその前小石川連合とかそんなのはもうほとんど関心ないですねはい、はい、でそうじゃなくて例えば小泉さんとここには出てないけど小林隆之さんっていう同じ40代のちょっと年は違うけど そういう人たちの名前をメディアが挙げてそれでいわゆる衆議院の中堅議員の当選4回までぐらいかなそういう方々が集まって世代交代を訴えて事実上その小林隆之さんか小泉進次郎さんを推してるんだっていう報道をアフリカでも見ましたけどね,えっとですねまずそういうそのグループの中に私に総裁になってくださいって言った人がいるんですよ現に。僕はななりたたいと言ったわけじゃなくて えっと、全く予期しない時に、まあ、あの今回じゃないですよもっともっと前に海外にいて公務で,で海外に行ったらやっぱ親分の縛りも少し外れるのかその時は派閥金かな問題がまだ出る前です、はい、突然あの青山さん総理になってくださいって言われまして他にもいるんですが、はい、今回の,そのメディアによると小泉さんと小林さんの擁立を打ち出したっていう中にいるんですよそれもちょ,ちょっとこれ以上言うとあれだけど、まあ、中心人物なんです。はい でその方にアフリカから僕は連絡を取ってですねそれちょっと違うんじゃないかと、えー、というのはいやあなたは僕に総理になれていったよねとは別に言いませんそうじゃなくてそのあなたと僕でこう志が一致してるのは長老支配とか派閥支配とかそれが住民主党を駄目にしてるからそこから脱却しなきゃいけないとで若手って言われる候補者はいずれも長老が後ろについてるじゃないですかと 今もそういうのちらっとありましたけど、はい、実はいわゆる長老たちから押されて若手候補が出るでしょはいそうすると看板はは若手に見えるけど中身は長老支配の強化ですよね、はい、しかも消えたはずの派閥が実は例によって手口をはっきり手口って嫌な言葉を使うのはやり方手口を変えて実は派閥の支配力を強化する、うん、そうなりますよね、はい、その通りですって答えなんです でその通りですと答えはこの遠くアフリカから話してるからそれ以上もう話できないから日本に帰ってから話しましょうという向こうもまあ楽しみですとおっしゃってるんですがそうやってあの目を見て議論をしますけれど僕が一番懸念しているのは主権者はどう見るかというとまあもちろん小泉さんや小林さんが出て若くなったとで世界のメディアもメディアの軽さって世界も変わんないから別にニューヨーク・タイムズだから朝日新聞よりちゃんとしっかり物を考えるってわけでも全然ありませんから。 だから、日本の総理が若くなったという話はするでしょうが、じゃあ、試験者の例えば国民生活の圧迫はそれで終わるのか、あるいはこれだけ外交で本当は押し込まれていて、日本の存在感を失われていることに対抗できて、直に安倍さんみたいに外国の首脳と目を見て話をして、相手に依不されるんじゃなくて、相手の心の中に食い込んで、相手と意見は違うのに、一致点を見つけてやると、そういうことが。 本当にできるからたまたま年齢が若いだけだって言うならいいけどそうじゃなくて長老たちがはっきり言うと使い手がいいとだ、はい、から目先が変わるとで次の総選挙で政権を失っなくても済むだろうとそれになったらですね話が逆さまなんですよそ,です、ね、そこを一番懸念します、はい、それとこれも世襲だったりね相も変わらず若手といっても世襲だったりそれから実は官僚の中で最も官僚的な。 増税路線を引いてるところからこう出身だったりと考えると、やっぱり今回は少なくとも今回は出るべきじゃないと僕は思いますよ。で、あえて参議院から出るってずっと言ってるのは、参議院議員も郵便局とか農協とか組織が抱えてる人もいっぱいいるわけですよ。それを職の団体の議員って言ってるけど、それを本当は国民から見たら一部の利益を反映してる。でも全国比例っていう選挙区があって。 でなぜ私が出なきゃいけないかと思ってるかというとさっき言った通り支援団体がなくて、はい、でパーティー運んも個人も派閥も一切なくてそれからそこそ若手の議員から何,何度も献金は政党のものだから受け取っていいんじゃないですかと,ということを聞きますがあえてそれを全部ゼロにしてこれ世界にいないんですよ。献金も完全に出るっていないなですでもそうやってですね少なくとも今回の自由民主党総裁選挙もう街かに迫ってる総裁選挙はそういう。 利害関係の今までの利害関係がない、根こそぎない、既得権威からしたら取っかかりがない、そういう人が出るべき総裁選だと思ってるわけですよ。はい、それが年齢が若いっていうだけで背景見たら、今までのガチガチがさらに強化されてる、はい、だったら、主権者が間違いなく見抜くと思う。はい、はい やっぱりあのもう自民党がねこのあの政治資金規正法の改正案もそうでしたけど、やっぱり私たちから見ていて、結局何が変わったのっていう状況のものがずっと続いている中で、やっぱりこういった新しい形の,その参議院から出馬とか、そういう形でなんかこう変わっていかないと、僕たちもやっぱりついていけないというか、その通りです、さっき取れられていた菅さんが、岸田総理自身が責任を取ってないのはおかしいという趣旨のことは、公に発言されてますよね <はい S 1> でもそれはその通りじゃないんですか。うん だって岸田総理自身も、要するにその秘書さんが責任問われたりしてるのに、自分はケースが違うということで、スルッと抜けられると、どうにもならないですよね、はい、でそこから再出発なので、とにかく今までの仕組みと裏と違うところから、総理が出ないといけないいいいととけ思ってますだから野心なく野望なく出ざるを得ないと、あの内心ではげ,げんなりしますよ。 えらいことを自分で勝手にやってるなと引き受けたんじゃなくて勝手にやってる国会議員になったのは安倍さんにこう言われたことも多少は影響してるけど今回は自分で勝手に手を挙げてるわけですからはい全責任私にあってですね、は。い そこはもう国民の期待感は間違いなくあると思いますがいやそなもないよ <laughs> これだけメディアが無視してると外の方拍手されてますよ今だからこの界わい <laughs> だからまあねこの前の東京都知事選もそうですけどやっぱりマスコミの報じ方というところにはやっぱりそこは何か一つ、ねはい、メディアはだんだん緩慢な死を選んでるってことに気が付かない、はい、僕はこの上の共同通信に18年9か月もいましたからよくわかるんですよ、はい 小石川っていう名前を作るあたりが、もうちょっと私の、そういうキャッチーな言葉だけで政治を進めていってほしくないなというふうに思っますけど、キャッチーかな、キャッチーでもないんですけど、なんかそういう言葉を作りたがりますよね、やはりメディアはね、だけら、推薦人20人の方も。はい、裏でやったりしませんから、僕は、一人一人に会って目見て、推薦人になりましょうっていうことです。 前に進むことを願っておりますはいありがとうございましたはいありがとうございました、はい、というわけで8時もなりましたニュースはここまでということになりますま5時までやっぱりやる便利です、ね、そうですね<ー>はい。